新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。というかもう1月も8日ですね。まあもうなんかすっかり正月気分も抜けてっていう感じかなと思っておりますが、まあ年明けはですね、早速1月の3日に、マジェさんと KP さんと熊谷武蔵野にショートコースに来まして、マジェさんのホールインワンを、目撃させていただきました。なんか打った瞬間にあれこれめちゃくちゃいい感じだなっていうのはあったんですね。で割とこう転がってこう駆け上がっていってみたいな感じでですね、でまあ相当グリーンに上がってからこうスライスラインに乗っかってこう入ったみたいな感じでして、慌ててカメラ回しても多分間に合ったんじゃないかっていうぐらい綺麗な形でですね、入っていったのを目撃しました。まあそれをぜひ撮っておきたかったんですけどね、まあまあまあでもすごいですね。2回目ですもんね、去年に続いて。福岡ではもつ鍋が美味しかったですね。前田屋だったかな、前田屋さんっていう、もつ鍋屋さんで、結構ね予約取るのもなんか大変なお店らしいんですね。で、多分1回転目が5時とかなのかな。で2回1点目が7時半みたいな形で、その2回転目で、入れましてですね、食べてまいりました。確かね醤油と味噌と甘辛とかって言ったかな、なんか3種類スープ選んでくださいみたいな感じだったんですけども、まあ、おすすめの、味噌をもつに鍋かもつんじゃなくて、まあもうコラーゲンたっぷりの、まあ、唇がテカテカになる感じの油とですね、あとニンニクたっぷり効いた味噌仕立てのスープという感じでですね、なんか食レポみたいな感じになってますね。挨拶回り大丈夫かなとかっていう感じなんですけど、なんかニンニクの消費量もね、なんかあのマスクしてるからいいやみたいな感じで、なんかだいぶ増えてるみたいなニュースなんかもね、あるみたいですけど、それとですね、あと食べた中で美味しかったのは、長崎の伊勢早市ですね、まで行ってですね、
こも福田屋ってなんか前田屋福田屋みたいな感じであれなんですけど、このうなぎうな丼ですねを食べてまいりました。それはですねうな丼の確か上うな丼にすると上3切れで、ご飯があって、でご飯とご飯の間にもう一切れ入ってるというような、うな丼を、いただきましたね。確かなんか創業が文久何年2年とかなんか書いてあったかな。うなぎも大変美味しかったですね。あとまあちょっと名前をすいませんど忘れしたんですけど、お蕎麦屋さん、まあ、福岡って結構うどん文化っていう風に言われてるみたいなんですけど、お蕎麦屋さんがあってですね、あれかな、神社あれ合ってるかな、の近くのお蕎麦屋さんも有名なんですけど、もう、まあ、あんまり有名じゃないお蕎麦屋さんなんですけど、まあ、有名じゃないって言ったら失礼なんだけど、でもそこも結構混んでて、食べた、豚麺というですね、あったかいお蕎麦で、まあ、冬限定でやってるメニューらしいんですけども、それも味噌仕立てか、味噌仕立てで、まあ、鍋焼きではないんですけど鍋焼き風みたいな感じのこうかなり煮込まれた感じの、豚肉と味噌仕立てのものにお蕎麦ですねが入ってるという、まあうどんも選べるんですけど、まあまあそれはそばにしたんですけど、それがすごく美味しかったですね。ご飯としてはそんな感じかな。まあ九州行くのもどうだろう、まあ2年ぶりってことはないですけど、まあ、1年間はさすがに行ってなかったかな。なのでまあ久々に、福岡の方にも、福岡と長崎かな、あと北九州かに行ってまいりました。で今週は、まあ、火曜から静岡に行って、名古屋に行ってっていう感じですね。でその再来週は、日曜日からかな、姫路に入って中国地区四国地区を回ってくるというような予定をしております。まあ、全国各地ね、なんかいろいろ美味しいものを、まあ、なんか孤独のグルメの五郎さんみたいな感じになっちゃいますけど、各地美味しいものをこう、まあ、出張の楽しみの一つというか、まあ、出張の楽しみのほとんどがその、まあ、食事みたいなところはあるんですけどね。まあただ再来週あたりだとあれですよね、東京から多分、まあ、来ないでくださいってみたいな感じになりそうな雰囲気もねありますんで、実際中四国は行けるのかなっていう感じはあるんですけどね。特にもね広島はもうまん延防止になってるみたいですし、一応広島にもね行く予定ではあるんですけど、まあ、一番楽しみにしているのが、高知に行く予定を今回立ててましてですね、まあ、日本全国の一応都道府県という括りで行くと、私がまだ行ってない県としては、宮崎県と高知県がまだ足を踏み入れてことない2県という形になってまして、まあ、そのうちの1県の高知を今回、まあ、行けるんじゃないかなということで非常に楽しみにはしてるんですけども、まあ多分ちょっと行けないだろうな、再来
来週か再来週か再来週っていうか17日の週ですかね、16日の週かなという感じでございますんでね、まあ、ちょっとそれは厳しいかなって感じです。で、まあ、火曜日は一応静岡で、まあ、ご飯を食べようということで、まあ、ちょっと動画でも上げてますけどね、爽やかなハンバーグなんかはね絶対、まあ、食べたいなって感じはあるんですけど、まあちょっと一冊回り中なのでなかなかね、やっぱり並びますんでね、1時間待ちとか当たり前なんでね、多分まあそこまでの時間は取れないかなと思ってるんですが、一応ですね晩ご飯を清水で、静岡県静岡市の清水ですね、清水区で食べる予定にしてるんですけども、まあ、ちょっとねどこで食べるかは一応なんかあの食堂さんっていうですね、ところがあって、そこはですね生しらすと生桜えびがだいたい1年食べれるのかな、まあ、夏はね確実に生しらす食べられるんですけど、それがですねめちゃくちゃうまいんですよね。やっぱりあの生しらすもうなんか普通に流通してるのもあると思うんですけど、やっぱりなんですかね、ちょっとあれは何でやるんだろう、何使うんですかね、まあ、あまり詳しく分かんないですけど、明板とか使うのかな、分かんないですけど、まあ、ちょっと苦かったりとか普通はするんですよね。でただそこは多分使ってないですよね、本当になんかこう生しらす自体がものすごく甘いで、どっちだったかな、桜えびは、わさびで食べるのかな、醤油の何ていうの、醤油刺しっていうんですかねを2ついただいて、1つはわさび醤油で1つは、生姜醤油ですね。で生姜醤油で、その生しらすを食べてっていうようなですね、あとアジフライとかも確かめちゃくちゃうまかったんだよな、そこ、ぜひね清水行った時は金田食堂、行っていただければなっていう、まあ、非常におすすめですね。で名古屋か、名古屋はどうかな、名古屋でうまいいうと、まあちょっと名前今ど忘れちゃいましたけど、ひつまぶし屋さんは、まあ、またうなぎになっちゃったあれなんですけどね、めちゃくちゃ美味しいところがあるんですけど、ドアとかどうかな、名古屋だと、まあ大阪はね、まあ、大阪今回は私は行かない予定なんですけど、まあ、大阪だとですね、お好み焼きですともみじとかですね、焼肉だとあれはどこだっけ、南森町の、最近ですねこういうのが出てこなくなってきた、年になってきましたね、なんだっけな、南森町の、後で南森町のお店は、タイトルにします。出てこないな、なんだっけな、そこの焼肉はね、またそこも予約が取れなくてですね、ただ予約が割と夜中の多分1時ぐらいまでやってるんですよね。なので11時半からだったら取れますみたいな感じでですね、まあ、それでも一応なんか取って締め焼肉みたいにしちゃったりとかして、まあ、そんなことやってるから太るんですけどね、
闇森町の焼肉屋が出てこないな。まあ後で書いておきます。そうですね。あとまあ神戸だとですね、石田屋っていうまた焼肉屋が、美味しかったりとかするんですけどね。いや関西もなしばらく行ってないですから行きたいですけどね。ピザ、ナポリピッツァの専門店がありましてですね、そこのまあオーナーさんの大岡さんっていうのは世界チャンピオンにも、まあ結構ね、ピッツァの世界チャンピオンって結構日本にいっぱいいるんですけど、を取られたですね、方がやってる広島のピッツァリーバとかもですね、美味しいですね。まあ、あと名古屋もね、ピザだとチェザリさんっていう、ここもね、世界一になったお店があるんですけど、大須観音の近くに、まあ、お店があって、あとまあ大名古屋ビルジングにも、まあね、お店を出されててっていう感じですよね。そこも、まあマルゲリータとか出すと500円とか600円とかで食えるのかな。ただちゃんとこう、まあ、高そうなピザって言ったらあれなんですけど、2000円ぐらいのピザもある中の、まあ、マルゲリータが500円でも食べられるみたいな形の、お店をですね、やられてますね。大須観音の方の本店の方では、まあ、マルゲリータも多分、あ、でも安いのかな、確かとかな、もうしばらく行ってないんでですね、なんですけどね。そうですね、まあちょっとあまり話の準備をしてなかったので店の名前が全然出てこなくて申し訳ないんですけど、まあどこ行ったら何食べようっていうのは割と決めていくのもですね、まあ終わったらあそこがみたいな感じで、楽しみにできますんでですね、まあ、京都ですとですね、これまあまあ某有名チェーンさんがやられてるんですけども、本土町のゆず鍋とかも美味しかったりとかですね、もね、予約を取っていくと、なんかこう2階の座敷の個室みたいなところに入れてですね、ゆず鍋、わあ結構この辺まだ凍ってんだな。実はこの雪の降った日、私九州にいたんで全然雪を見てないんですよね。水曜日かな、福岡入った時に福岡もちょっと雨降ってたんですけど、ちょっとみぞれ混じりみたいな感じではあったんですけどね。ということで見えてきました、宮前ゴルフセンターが。なんか電柱曲がってんなあれ。12月末まで休業しますから、今日連絡を取ってみたらやってますってことだったので、久しぶりに宮前ゴルフ練習場にやってまいりました。
2000円で、209売ってますんで、まあアプローチばっかりやって楽しんでいきたいなというふうに思っております。それでは今年もよろしくお願いいたします。